2004年の台風のデータ。この年は太平洋高気圧の配置が例年と異なっていたため、年間で発生した29個の台風のうち3分の1以上に当たる10個が日本に上陸し、1951年の統計開始以降で最も多くなった。20401.03W コスメ4月5日にカロリン諸島付近で発生し、アジア名、スーダへと命名された。 命名国は韓国で、カワウソを意味する。なお、フィリピン大気地球物理天文局はこの台風について、フィリピン名、コスメと命名している。この台風は死者こそ出さなかったものの、ミクロネシアのヤップ島などを直撃して大きな被害を出した。そのため、この台風のアジア名である、スーダイは、この台風限りで、使用中止となり、 自順からは、ミリネというアジア名が使用されることになった。20402.04W リンド5月14日に、フィリピンのミンダネオ島沖で発生し、アジア名、ニーダと命名された。命名国はタイで、女性の名前に由来する。なお、フィリピン大気地球物理天文局はこの台風について、フィリピン名、リンドと命名した。台風は、カタデアネス島を通過して、 サマール島とルソン島をかすめながら北上。その後も北上を続け、沖縄の南大東島付近を通過後、加速して北東に進み、伊豆諸島の八丈島に接近した。台風が接近したフィリピンでは、東部を中心に農作物被害や木造家屋の被害などが各地で発生し、また強風による港湾閉鎖のために1万人以上がフェリーで海を渡れず率往生した。 台風が直撃を受けたカタンドゥアネス島では土砂崩れで完全に流されてしまった村々もあったという。この台風により31人の死者が出た。20403.06W 円天5月18日にカロリン諸島で発生しアジア名オーマイスと命名された。命名国はアメリカで徘徊を意味する。また、 フィリピン大気地球物理天文局はこの台風について、フィリピン名、エンテンと命名した。台風はあまり発達せずに、フィリピンの東方を北上した。20404.07W フランク6月6日に、フィリピン西方の南シナ海で発生し、アジア名、コンソンと命名された。命名国はベトナムで、歴史的な観光地の名前に由来する。また、 フィリピン大気地球物理天文局はこの台風について、フィリピン名、フランクと命名した。台風は、ルソン海峡を北上し、北東方向に進み続け、石垣島から宮古島、沖縄本島と沖縄県を縦断するコースを進んだ。そして6月11日16時頃に、高知県室戸市付近に上陸。 1951年の統計開始以降で5番目に日本への上陸日時が早い台風となった。台風は上陸後間もなく温帯低気圧に変わったが土砂崩壊のほか飛行機の欠航や列車の除行運転など交通機関などにも影響が及ぼされた。また室戸市沖では秒速39.1メートルの風速を記録した。 20405.08w ゲナー6月10日にフィリピン西の南シナ海で発生しアジア名チャンスーと命名された命名国はカンボジアで花の名前に由来するまたフィリピン大気地球物理天文局はこの台風についてフィリピン名ゲナーと命名した台風は精神してフィリピンを通過し南シナ海を経てベトナムに上陸 その後消滅した。ベトナムでは、この台風によって大きな被害が発生し、38人が死亡した。また、この台風の断崖はカンボジアに大雨を降らせた。20406.09ワットヘレン6月13日21時に、カロリン諸島において、熱帯低気圧が台風に変わり、アジア名、ディアムーと命名された。また、 フィリピン大気地球物理天文局はこの台風について、フィリピン名、ヘレンと命名した。台風はゆっくり北上し、発生から3日間で大型で非常に強い勢力にまで発達した。その後もさらに北上を続け、奄美群島付近の海域を通過し、21日9時半頃に強い勢力のまま、高知県室戸市付近に上陸した。 上陸時の勢力は、中心気圧965ヘクトパスカル、最大風速秒速35メートルで、6月の台風としては、統計を取り始めた1951年以降、最強の勢力である。その7時間後、21日13時過ぎに、兵庫県赤石市付近に再上陸。さらに21日午後には、京都府舞鶴市付近を経て、日本海に進み、 のと半島の沿岸、佐渡沖を通って、22日3時に、津軽海峡の西で、温帯低気圧に変わった。20407.10ワットイグメ6月23日に、マリアナ諸島で発生し、アジア名、ミンドゥルと命名された。命名国は北朝鮮で、タンポポを意味する。また、フィリピン大気地球物理天文局はこの台風について、フィリピン名。 イグメと命名した。台風は、精神した後に、フィリピンと台湾の間をゆっくり進み、その後北上して、朝鮮半島付近で温帯低気圧に変わった。この台風は、フィリピン及び台湾に大きな被害をもたらした。フィリピンでは、各地で洪水が発生し、40人以上の死者、行方不明者が出たほか、台湾でも洪水や土砂災害が各所で発生し、 交通が寸断された。台湾南部では、当時としては、最近の25年ほどで最悪の洪水となったという。一部では、数日間の降水量が1500ミ、mm、リメートルに達したが、これは、東京の年間降水量に匹敵するほどの豪雨である。20408.11w6 月26日に、トラック諸島の北で発生し、アジア名、点々と命名された。 命名国は香港で少女の名前に由来する。台風はマリアナ諸島を通過し、その後は沢ラ諸島に接近した。台風が接近したマリアナ諸島では大きな被害が生じ、特にグアムでは記録的な大雨となった。現地では飛行水量が400ミリメートルを上回り、場所によっては従来の飛行水量記録を更新したという。この大雨により、 全島にわたって土砂崩れや洪水の被害が発生。また、サイパンでも3人が死亡した。この台風のアジア名、テン,テンは、この台風限りで使用中止となり、自順からはライオンロックというアジア名が使用されることになったが、テン,テンが引退した理由は台風の被害が大きかったからではなく、地域の代表性がないためである。 20409.12W ジュリアン7月14日に沖縄の南海上で発生し、アジア名、コンパスと命名された。命名国は日本で、コンパス座に由来する。また、フィリピン大気地球物理天文局はこの台風について、フィリピン名、ジュリアンと命名した。台風は、精神して、バタン諸島付近を通過し、香港方面へと向かった。 20万410.13ワット7月25日に南鳥島の再海場で発生しアジア名南西雲と命名された台風は勢力を強めながら北西に進み28日に八丈島の南海上に達した30日にかけて強い勢力を保ちながら日本の南海上をゆっくりと西北西に進み31日16時過ぎに 高知県西部に上陸した。さらに、瀬戸内海を経て21時半頃には山口県岩国市付近に再上陸した。その後日本海を北上し、8月2日9時に熱帯低気圧に変わった。20411.15w8 月4日9時、日本の南海上にあった熱帯低気圧が潮の岬の南海上で台風となり、アジア名。 マーローと命名された。台風は4日22時過ぎには徳島県東部に上陸し、四国、中国地方を縦断して5日6時に熱帯低気圧に変わった。20412.14ワット台風11号と同じ8月4日に発生し、アジア名、ムーランティと命名された。命名国はマレーシアで、木の名前に由来する。 台風は日本のはるか東海上を進み、米域東付近を通過した。20413.16W カレン8月8日にフィリピンの東方沖で発生し、アジア名、ラナニムと命名された。命名国はミクロネシアで、こんにちはという意味である。なお、フィリピン大気地球物理天文局はこの台風について、フィリピン名、 カレンと命名している。台風は北上して、宮古島や石垣島など沖縄の島々の付近を通過し、中国の石膏省音霊市に上陸。その後消滅した。20414.17W8 月11日に、日本のはるか南東で発生し、アジア名、マラカスと命名された。命名国はフィリピンで、タガログ語で強いという意味である。 台風はほとんど発達することなく、太平洋上を北上した。20万 415.18W ラウィン8月16日に、フィリピンの東海上で発生し、アジア名、メイギーと命名された。また、フィリピン大気地球物理天文局はこの台風について、フィリピン名、ラウィンと命名した。台風は17日には、沖縄県久米島の再会場を通り、 東、シナ海へ進んだ。その後は強い勢力を維持したまま、東、シナ海から長崎県津島付近を経て日本海を北東進し、強い勢力で20日6時過ぎに青森県の津軽半島に上陸。同日18時に北海道根室市の南東海上で温帯低気圧に変わった。 20416.19w8 月19日21時にマーシャル諸島近海で発生しアジア名チャバと命名された23日にサイパン島の西で大型で猛烈な勢力となった27日以降日本の南海上をゆっくりと北西に進み29日夜には九州の南海上で震度を北寄りに変え30日10時前 鹿児島県串木の市付近に大型で強い勢力で上陸し、九州を縦断した。17時半頃に山口県豊富市付近に再上陸した後、中国地方から野東沖を次第に速度を速めて強い勢力のまま北東に進んだ。その後はやや勢力を弱め、31日に津軽海峡を通って12時過ぎに北海道函館市付近に再上陸し、 15時に北海道東部で温帯低気圧に変わった。20417.20W8 月20日にフィリピン東方で発生し、アジア名、アイレイと命名された。命名国はアメリカで嵐を意味する。また、フィリピン大気地球物理天文局はこの台風について、フィリピン名、マースと命名した。台風は先島諸島方面に進み、 石垣島の平久保先付近を通過、その後台湾の北を通過して中国大陸へと向かった。20418.22W2 な8月28日にマーシャル諸島付近で発生し、アジア名、ソングダーと命名された。また、フィリピン大気地球物理天文局はこの台風について、フィリピン名、ニナと命名した。台風は発達しながら、 西に進み31日には中心付近の最大風速が秒速45メートルと非常に強い台風となったその後も勢力を維持したまま当初は中国大陸に進むと予想されたが太平洋高気圧の衰退により進路を北西に変えて9月5日に沖縄本島を通過した名護市では最低海面気圧924.4ヘクトパスカルを 記録した。6日には1991年の台風19号に匹敵する勢力で九州北部地方に上陸する進路が濃厚となり、マスコミも大きく報道した。その後、勢力は少し衰え、強い台風となるが、東、シナ海で進路を北から北東に変え、7日9時半頃に長崎県長崎市付近に中心気圧945ヘクトパスカル、 中心付近の最大風速秒速40メートルの大型で強い勢力で上陸。台風は佐賀県、福岡県、山口県を経て13時には日本海に抜け速いスピードで移動、北上した。8日には東北地方や北海道地方に接近。北海道付近で勢力が再発達し暴風域が広がった。その後温帯低気圧となった。 20419.23w9 月4日にサイパン島付近で発生しアジア名サリカーと命名された。命名国はカンボジアでさえずる鳥を意味する。この台風は先の台風18号に従うように日本の南を北上したが台風18号の通過後であったために海水温は低下しておりあまり発達しなかった。 20420.24w オフェル9月11日に台湾付近で発生しアジア名ハイマーと命名された命名国は中国でタツノとトシを意味するまたフィリピン大気地球物理天文局はこの台風についてフィリピン名オフェルと命名した台風は台湾付近を北上して中国南東部へと向かったが ほとんど発達しなかった。20421.25W 金太9月22日午前3時に、グアム島の再会場で発生し、アジア名、メアリーと命名された。また、フィリピン大気地球物理天文局はこの台風について、フィリピン名、金太と命名した。 台風は勢力を強めながら北西進を続け26日にかけて沖縄に接近した。沖縄近海では震度が定まらなくなり27日午前中にかけて停滞するなど複雑な震度を取ったが次第に震度を北東に変えて東、シナ海を進み29日午前8時半頃に中心気圧970ヘクトパスカル。 最大風速秒速30メートルの勢力で、鹿児島県串木の市付近に上陸した。台風は、九州から四国地方を暴風域に巻き込み、15時過ぎに、高知県宿毛市、20時半頃に、大阪府大阪市に、それぞれ再上陸し、近畿地方から北陸、東北地方へと進み30日9時には、宮城県気仙沼市から三陸沖へ抜けて、 温帯低気圧に変わった。20422.26W ロリー2004年10月4日15時にフィリピンの東で発生し、アジア名、マーゴンと命名された。また、フィリピン大気地球物理天文局はこの台風について、フィリピン名、ロリーと命名した。台風は、最盛期に920ヘクトパスカル、秒速50メートルにまで、急速に発達した。そして、 その最盛期に南大東島の南東を通過、さらに速度を上げて北上を続けた。そして強い勢力のまま、10月9日16時頃に静岡県伊豆半島付近に上陸した。17時過ぎには神奈川県三浦半島を通過、18時過ぎ、千葉県千葉市付近に再上陸した。その後も時速 45km 以上のスピードで関東地方を縦断。 岩手県宮古市の東で温帯低気圧に変わった。2 0 4 2 3 2 7 w c オニ1 0月13日にマリアナ諸島近海で発生し、アジア名、トカゲと命名された。また、フィリピン大気地球物理天文局はこの台風について、フィリピン名、シオニーと命名した。宮古島の南東で超大型で強い台風となった。 その後上陸の1時間前に勢力が少し衰えて超大型から大型になったが、周雨前線を巻き込んだ大型で強い勢力で20日12時に高知県戸佐清水市に上陸。これは四国に上陸した台風の中では上陸日が最も遅く、日本上陸台風では過去4番目に遅い上陸である。その後高知県室戸市と大阪府南部に再上陸。 中部地方内陸を横断し、茨城県大洗町の東の太平洋へ抜けて温帯低気圧となった。本州縦断時には台風の中心が日本アルプスに差し掛かった頃急激に勢力が衰えた。これは高い山脈により大きな摩擦力が雲や風にかかり、台風がエネルギーを大きく消耗したためと考えられている。 20424.28w と2を10月16日にトラック諸島の北東で発生しアジア名ノックテンと命名された命名国はラオスで鳥を意味するまたフィリピン大気地球物理天文局はこの台風についてフィリピン名トニオヨと命名した台風はグアム近海を通過した後太平洋上を北西に進み 台湾東岸をかすめるように進んだ。20425.29ワットウンディング11月14日にフィリピンのレーテ島の東方で発生し、アジア名、ムイファーと命名された。命名国はマカオで梅の花を意味する。また、フィリピン大気地球物理天文局はこの台風について、フィリピン名、ウンディングと命名した。台風は、 発生後数日間はフィリピン沖でうろうろと瞑想し複雑に動いたが途中で精神をはじめルソン島からミンドロ島を横断して南シナ海へ進んだその後ベトナムをかすめタイランド湾を横切りながらマレー半島に向かって進んだベトナムでは台風による洪水や土砂崩れの影響で80人以上の死者 行方不明者が出るなど大きな被害が生じ、この台風による犠牲者の数は合計で100人を超えた。世界遺産に登録されているベトナムのホイアンも洪水に襲われ、80頭以上もの古い建造物が崩壊の危機にさらされた。20万426日オーレッタ11月22日にルソン島の東岸付近で発生し、アジア名マールボックと命名された。 命名国はマレーシアで、鳥の名前に由来する。また、フィリピン大気地球物理天文局はこの台風について、フィリピン名、ビオレッタと命名した。この台風はほとんど発達せず、発生からわずか6時間で消滅したが、先の台風25号と合わせたフィリピンでの被害は、死者61人、行方不明者80人以上という大きな規模に達した。 20万427.30ワットヨ,ヨン1 1月29日にカロリン諸島付近で発生しアジア名ナンマドルと命名された。またフィリピン大気地球物理天文局によってフィリピン名ヨ,ヨンと命名された。台風はフィリピン北部のルソン島に上陸して77人の犠牲者を出した後12月4日に温帯低気圧に変わって 一旦消滅した。しかしその後、この台風の残骸を吸収した別の温帯低気圧が日本付近で急激に発達し、爆弾低気圧となったため、日本全国で大荒れの天気となり、強風や大雨に見舞われた。最大瞬間風速は東京で秒速40.2メートルに達し、観測史上最も強い風となったほか、神奈川県横浜市で、 最大瞬間風速秒速43.4メートル、千葉県千葉市で秒速47.8メートルと、台風並みかもしくはそれ以上の暴風を観測した。さらに、この温帯低気圧の強風が運んできた暖気によって、東京では12月としては観測史上最高の24.8度を記録した。20428.31W 図しも12月10日に、 マーシャル諸島付近で発生し、アジア名、タラスと命名された。命名国はフィリピンで、鋭さを意味する。台風はほとんど発達しなかったが、すぐには消滅せずに西に進み続け、途中でフィリピン大気地球物理天文局の監視エリアに侵入したため、フィリピン名、ゾシモと命名された。この台風は、最低気圧が992ヘクトパスカル以上の、 台風としては史上最も長寿となった。20429.32W12 月18日にマリアナ諸島で発生しアジア名、ノルーと命名された。命名国は韓国でノロジカを意味する。台風はほとんど発達しないまま太平洋上を北上した。フィリピンに大きな被害を出し、1593人もの犠牲者を出した。 ありがとうございます。